アリスちゃん。プロデューサーの皆様こんばんは、ショーです。ということで来ました、月末限定ガシャーでございます。今回は、アリスちゃん、そして木村なつきちゃんが、今回、来ております。そしてね、名前がね、行楽日々は、あ、うん、行楽日和、わかんない、ウキウキトラベルガシャでございます。はい、ウキウキしちゃうようなガシャなんでございましょう、おそらく。わからない全然わかんない、なんでか。まあ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 、そんなこんなで、あとですね、今回、このガシャの、予想のね、動画を作ったんですけど、見事、当たった、リクさん、おめでとうございます。後日っていうか、まあ多分おそらく今日ちょっと遅めになりますが、プレゼントの方、送らせていただきます。本当におめでとうございます。よく当てたよな、本当に。夏吉とアリスでしょ。俺ね、アリスはもう一つの候補だったけどね。まあ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 、ということで今回ね、ちょっとピックアップアイドルの方ちょっと一回見てみましょう。今回夏吉ちゃんの方が、コンボボーナスと、13秒ごとに、コンボがかなり強いです、本当に。でビジュアル特化ですね。でアリスちゃんが、今回回復の SSR ということで、出てますね。でビジュアルがちょっと高めかな。であとね、小清水京子ちゃんもね、今回 初 SR かな、おそらく出てなかった気がする、 SR で、うん、出てませんでしたね。ということで僕も京子ちゃん持ってないんで、あ、すいません、京子ちゃんじゃない、幸子ですね、間違えました、幸子です。これ幸子を、思っていないんで、幸子をね、もうゲットしたいなというふうに思います。そしてですよ、そして気になる方もいらっしゃると思いますよ、今回、ジュエルの数がおかしいことになっているんじゃないかと。はい、そうです、はい、間違いないです。まあ、約金額にしてですよ、その実際金額使ってはないんで、約5万円分の、iTunes カードですね。はい、ここにあります。ね、ここにね、まあ、5万円分のね、まあ、遊戯王にしたらこんな手札みたいになりますけど、5万円分のね、ガシャか。ガシャですね。まあ、実際これ、お金とかだけじゃなくて、まあ、いろいろと言っておきましょう、本当に。いろいろな方法でね、まあ、実際使った金額は1万ぐらいなんですけど、まあ、5万円分のガシャが今回ちょっとね、できるということで、まあ、5万円分のね、がいて、アリスちゃんが当たるのか、アリスは本当に欲しいんですよ、正直。やっぱアリスちゃんはね、なんか担当じゃなくてもなんか惹かれる魅力がやっぱあると思うんですよね。まあ多分分かると思う、分かれる方は分かると思うんですけど、なんでね、5万円分のお小遣い以内、お小遣いあげるよアリスちゃん、ちょっと小口おいでっていう風に言って来てくれるのか、果たしてっていうところでちょっとね、引いていきたいなと思います。ちょっとおしゃべりが過ぎたのでもう早速ね、もうどんどん引いていきたいなという風に思います。ちょっとアリスちゃんが出たら、やめたいなという風に思います。まあ、出なかったら、ただね、やっぱこれ課金としてはもう今月これまでにしようかなっていう風に思ってるんで、まあ、イベントとかもございますので、ちょっとね、残り1万人ぐらいになれたらちょっとやめようかなっていう風に思ってます。じゃあ行きましょう。5万以内で当たるのでしょうか。じゃあ行きましょう。まずね、1日限定合宿から行きましょう。行きまーす。ロードなし。まあ、これ多分白封筒だろうね、おそらく。で、白。でも昨日白からね、SR 出たんだよね。うん。まあ、出ないでしょう。あいキャハだよ、本当に。キャハだよ。多分今のキャハはね、どっちかつと夢の国の住人の方の、ははだよ、本当に。どっちかって言うと、まあ、うさぎとネズミだから全然違うけど。まあね、じゃあ引いていきましょう、どんどん。ちょっと10連に1回ずつね、ちゃんとね、お祈りしましょう。僕ね、多分ね、今までのガシャね、あんまりも運が悪すぎる、本当に。運が悪すぎるんで、ちょっとね、1回ずつお祈りしながら、行きましょうか。じゃあ、お願いね。お願いします。来てください。お願いします。行きます。はい。お、ロード来た！ただなぁ、ちょっと、はい、来て、頼む！青フート！うわぁ、可能性あるぜ。行くよ。あ、なかった。この人ね。はい。ルミさんなんのかな？新規 R かな？コウメちゃんもね、候補にありましたね。新規で来るんじゃないかっていうの。あ、持ってないんだ。俺、ゆうきはるちゃんの SR は持ってないんだ。ニューでしょ？うん、持ってない。泉って言うとなんか、
違うよね。絶対違うアニメになっちゃう。はい。かなでさん、はい。おニーナじゃん。おお持ってない SR 結構出てきたね。はい。後でこのカエルをかぶりてえです。かぶりてえでございますよ。仲良くするですよ。はい、仲良くするでございますよ、ほんと。はい。あ、でも新規 SR かなり増えたし、持ってない SR は増えた。でも多分これで多分全部出たんじゃねえか、新規。あ、でも、いや、そうでもないか。前回追加された SR とかまだ手に入ってないか。いや、そうでもない。あれ、たまみちゃん入ったか。え、じゃあ、いよいよ本当にねえな、マジで。じゃあね、引いていきましょうか。はいはい。行きましょう。20連目、21連目、行きましょう。お願いします。おーおーおお、またロード来たよ、またロード来たよ、可能性あるよ。アフト、うわー怖えよー、本当に怖えよー。じゃあ行きましょう、行きます。おお20連目で20フート来たの初めてじゃねえか、ちょっと動画で。行きましょう、次です。アリスちゃん、いや、ナス吉じゃん、来たハードな旅ばっかじゃ。いや、超嬉しい。いや、ちょっとスクショします。いや、超嬉しいよ。だっていや、アリスちゃんと言ったけど、もう一方の限定でしょ。今回限定両方とも当たりだし、しかもナス吉ちゃん、ほらさっきも確認したと思うんですけど、コンボボーナスでございますから、本当に強い。これでアリスちゃん当たればもう今回初めて限定2体とそのままね、ゲットできるんじゃない。俺前回チャマゲットできてないから。いや、これは当たり、いいよ、これはいいスタート。いや、これはね、今回もしアリスちゃんが出なくても撤退しても全然いい、本当に。正直20連目で出てるってすごいいいね。うん、本当に。うわ、これはね、あやめちゃん、俺持ってるよね。あれ、こっち、持ってるよね。うん、持ってる。オッケー。ってことで、新規 SSR でございます。ございますって。素です。ございますって言ったっす。ニナが降りてきた。あれ？おかしいな。まあ。これね、木村夏樹ちゃんがこれね、手に入って、これ超嬉しいよ。俺、これでパッションめっちゃ強くなる。しかもビジュアルだから、ちょうど今ビジュアル、ライブグループビジュアルバーストでございますから、本当に。ございますからね。はい、ね。いやー、21連目で来ましたよ。ここから多分アリスちゃんが多分当たるまで相当大変なんだろうなと思います、本当に。1.5% で来るんだ。なんでシンデレラフェス逆にあんな当たらなかったんだろう、逆に。できます。じゃあ、本当に一回一回ずつね、ちゃんとね、大切にしていきますよ、10連を、本当に。すごく大きな、もう金額にして大体3000ぐらいですからね、一回は。本当に大切にしていきましょう。いきます。じゃあ、いきます。お願い。おー、嘘でしょ？またロード来たよ。青フート。いや、可能性あるぜ、これ。可能性あるぜ。だって、でもまだ、サチコが出てないんだ。サチコがまだ出てないから分かんないんだ。勢い引きよ。めっちゃ SSR 多いな。多分サチコ入ってんだろうな、この中に。チャマ、もういやいや、チャマ見せないで。本当にね、俺当てられなかったの本当辛い、マジで。ダンスだったじゃん、ダンスのコンボナだったじゃん、コンボボーナスだったじゃん、チャマが。で、俺がね、クミコさん、クミコさんもあれだ、追加、地域追加ですよね、確か。そっか。クミコさん S レアもあるのにね、もうすでに。もう一枚、またさらに追加されたんですね。そう、ね、チャマがね、コンボナでね、僕はコンボナは、コンボナというか、ダンス、キューとダンスが本当に強いんで、チャマはなくてはならない存在なんですよ、パーティーに。それで当てられなかったんで、結構すごい辛い思いを、しておりますと。水木さん2枚。もう本当に何？俺への当てつけ？今までの限定の。水木さんも当たんなかった。俺引いたけど、まああの時そこまで、今回いつもみたいに引いてないけど。ミクニャン、ミクニャンはね、めっちゃ持ってる。ミクニャンもうそろスパラン10なんじゃねえの、これ S レア。いやー、31例目の結果は、こんな感じでございます。
ございます、本当に。はい。久美子、松山久美子さんがね、出ましたと。新規で。まあ、今のところ、いい感じの順調な結果でございますもん。もうございますよ、本当に。着ぐるみ着ようかな、本当に。スーツじゃなくて着ぐるみを着ようかな、本当に。じゃあ行きましょう。どんどんね、41連目じゃ行きましょう。はい、じゃあ行きます。お祈りしてね。お祈りして、お願いします、本当に。お願いします。行きます。41連目、行きましょう。笑顔です。あ、いい、ロード来ない。あ、これダメだね。あ、でもオフトだ。多分来ないだろうね。うん、来ない。ちょっとスキップしますね。ね、そう、ロード来ないやつは多分ね、新規来てないと思う。ほら、来てないからいいでしょう、ここは。飛ばしてよかった。ね、あのね、多分、プロデューサーダメだったね。51連目ダメでした。じゃあ61連目行きましょう。何、掛け声欲しいね、ガチャに。なんかもうそろそろ、こんだけガチャの動画出してると。ああ、何にしよっか。あ、みんなで行こう。当たるでございますよ。来い。嘘！ニナ！ニナすげえ！ちょっと待って、待って、マジで？マジで？俺これもうニナに、足向けて寝れねえ、ニナに。ニナに足向けて寝れ。ニナがすげえ、もうニナを、尊敬する。いやー、怖えでもニナ様々です。これでアリスちゃん出たらもう僕が今回ガチャ撤退ですよ、本当に。いや、誰だ誰だ、果たして限定 SSR で、これまた夏吉だったらちょっと、うんだけど、これでアリスちゃんだったら本当にすごい、これは。マジで。61連目だよね、確か。行きましょう。薄っきー持ってるよー。まあ、違う意味で泣いちゃいましたね、うずきに対して。まあね、あの、総選挙、今、1位でございますから、本当に。1位でございますからね。はい。中間発表1位でございますから、本当に。まあ、いいんじゃないでしょうか。はい。ね、あと、あれですよね。まあ、うずきはね、正直、バックメンバーに多くいてくれて全然構わないんですよ。ステータスが高いから。うん。まあいいでしょう。でもロード来たから誰だろう、新規。あ、サチコ。サチコ。オッケー。いいよ。サチコ来たよ。サチコ。もうなんか、刺繍入りの封筒人だってさ、刺繍入りの封筒人でロード来たらもう勘違いするじゃん、こっちは、本当に。いやでもね、いやでもすごい。でも SSR 当たったことには変わりないですよ。61連で2枚当たってますから、60連の中で2枚当たってますからね、本当に。いや、すごい。本当にすごい、マジで。あと41連もし100連するのであれば。まあ、もうちょいするかな、アリスちゃん。とりあえずね、ニナで行きましょう、掛け声は。掛け声はニナで行きましょう。それはね、決まった、とりあえず。行きましょう。アイスクルでございますよ。嘘やん。いや、でもロード来たよ。かなり早かったけど、ロードは来た。ロードが来たことには変わりがない。うん、まあ、当たれなかったか。なんだ、誰だ、ロード来たって誰。りょうさん。持ってなかった。そうだ、俺松永龍さん持ってないんだ、 SSR じゃねえ、 SSR 昇格したね、勝手に。うん、ね、とりあえずね、71連終わりましたと。まあ、ちょっとね、まだもうちょい引けますから、もうちょい引けますから、アリスちゃんへのお小遣いがもうちょい足りないかな。もうでも俺はニナの気持ちで言ってるからさ、ほら年齢も近いから、9歳と10歳だからさ。確か10歳だよね、アリスさん、アリスちゃん確か10歳だよね。ちょっと確認しよう。見れないのか。見れないのか。まあ、とりあえず、年も近いから、ちょっとね、お小遣いあげるから、ちょっとこっちおいで、本当に。お願い。よし、じゃあ行きましょう。81連目行きましょう。アリスちゃん来てくれ、アリスちゃん来てくれ、来るでございますよ。
何このニナリが来るたびのロウオスいやこれでさアリスちゃんが当たったらさもうニナ担当なるよ、ニナの担当になるよ俺、なっていいよ、だってすごい恩恵があるもん。やばいよ、確定 SSR だよ。で、ロードも入ったし、可能性は全然ある。フラグ立てるとかじゃなくて全然あると思う。マジで？いや、怖えわ、ほんとに。ちょっと、行きましょう。怖い。誰だ？ SSR 誰？いやいやいや